ちは。ここは神戸市営地下鉄静清山手線の三宮駅です。この静清山手線は新神戸そして三宮から神戸市のニュータウンである静清方面へ結ぶ路線なんですけれども、今日はこの路線を走る少し悲しい車両に乗っていきたいというふうに思います。というわけでその列車が来るまで待っていきましょう。静清山手線は現在5種類の車両が活躍しています。地下鉄の1路線で5種類もあるというのはなかなか珍しいですよね。見ているだけでも楽しいです。日本の電車を見送って今回お目当ての列車がやってきました。こちらが今回お目当ての列車、神戸市営地下鉄3000型という車両です。列車は三宮駅を発車。この電車は新神戸行きです。次の終点新神戸までは約2分間の旅となります。車内の椅子は緑。神戸市営地下鉄静清山手線の車両にはかつて神戸市を走り回っていた神戸市電と同じ緑色を多く配色した車両となっています。列車はすぐに終点の新神戸駅に到着です。先ほど三宮駅でもちらっと見たんですが、この3000系の車両にはありがとうヘッドマークというのが掲げられています。そう、この3000系は2021年7月をもって電車引退することになりました。現在乗っているこの編成が3000型車両の最後の生き残りです。現在神戸市営地下鉄静清山手線ではこの新型の6000型車両によって徐々に車両の更新が進められています。将来的にはすべてこの6000型に置き換えられる計画になっています。かといって今回引退する3000系が一番古い車両というわけではありません。左に止まっている1000型の方がこの3000系に比べ20年近く現役の車両として走っています。なんならこの3000系置き換え予定の車両の中で一番新しい車両なんですよね。デビューは1994年神戸市営地下鉄で初めて VVVF インバーターを搭載した車両です。この車両も1994年の製造。控えられるのは少し早い気もしますが、車両の管理などの面でやはり一つの形式に統一した方が管理などもしやすいということでしょうか。またこの車両なぜ一番新しいのに一番早く置き換わるかと言いますと、それは大規模な検査の問題です。鉄道車両は数年に1回車両をバラバラにする大きな検査が必要なんですが、非常に手間がかかる作業なんですね。それのタイミングなどを考慮しての置き換えということで、新しい3000系が一番早く置き換わるということになりました。
1994年頃にデビューした同世代の車両はまだまだ現役で走っている車両も多いですから、この3000系は少し恵まれていないかわいそうな車両だなというふうに思います。列車は三宮駅に到着。今後全編成が6000系に置き換わるということで、ここの三宮駅に来た時に何が来るかなと楽しみに待つ、そういう時間もなくなるというわけですね。少し寂しい気がします。新神戸駅から約5分、列車は県庁前駅に到着。この駅で下車します。というわけで地下鉄3000系に乗っていきました。まだまだこの3000型車両は全然使えると思うのですが、やはり近年の流れとして車両設備をできるだけ統一するというのがどこの会社でもよく行われているんですが、この神戸市営地下鉄でもその流れが来ているということで、これは時代の流れとして仕方ないのかなというふうにも思います。ということで今回は世界計画の中で一番新しいのに真っ先に引退してしまう地下鉄3000型のご紹介でした。というわけで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画、そしてチャンネル登録高評価等もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。